アダム・アシュリー・クーパーは、オーストラリア出身の元ラグビーユニオン選手。ポジションは、フルバック、ウィング、アウトサイドセンター。1984年3月27日、シドニーで生まれる。身長182センチメートル、体重98キログラム。元アラビーズ、ブランビーズのグレアム・ボンドの老いにあたる。イングランド貴族、シャフツベリ伯爵の、 第6代、元英国技会議員黒プレイヤーシュリー・クーパーの家系。末期ガンである友人のワールドカップでオーストラリア代表のプレーを見たいという夢を叶えるため、ラグビーワールドカップ2015のウェールズ戦に友人を招待。見事勝利を収めた後、ユニフォーム姿のまま友人がいる部屋まで向かった。バークレーベールハイスクール卒業。 ニューサウスウェールズ州セントラルコーストのオーリンバでジュニアラグビーを始める。2004年、ワラビズのディベロップメントに選出されて、南アフリカ遠征に参加。2005年、スーパー12、現、スーパーラグビーのブランビーズに入る。この年のシーズンは、怪我により3試合のみの出場であったが強烈な印象を与え、21歳以下代表に選出。 そして同年開催のトライネーションズの南アフリカ戦で代表デビュー。2010年、オールブラックス戦で通算6トライ目を記録。ラグビーワールドカップ2015終了後、フランストップ14のユニオンボルドーベグルに移籍した。2017年6月、トップリーグの神戸成功、コベルコスティーラーズに加入することが発表された。2018年、 一度は知り添いた代表チームに招集され、イタリア戦に出場。2018年12月、神戸聖光コベルコスティーラーズの優勝に貢献した。2019年、ワラターズに復帰し W 杯メンバー入りを目指すため、コベルコスティーラーズを退団した。2021年、LA ギルティニスに加入。同年8月、現役を引退して、 LA ギルティニスのアシスタントコーチに就任。ありがとうございます。